大阪万博の無料招待で三重県の小学校の7割が、行く予定なしと回答しているわ。大阪府でもやっていなかった？大阪府では7割が参加希望だったが、そもそも参加しないという選択肢が、なかったらしいぜ。あら、随分と横暴な対応ね。さらにだ、ついに身内の東大阪市長からも、直接聞くというのはルール違反ではないか？と苦言を呈されたんだ。今後どうなっちゃうのかしら？今回は、身内からも批判が相次ぐ大阪万博の子供たち無料招待と、キャンセル料840億円の、闇について話していくとするぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速、大阪万博の概要から解説していくぞ。万博は、世界中からいろいろな人や物が集まるイベントで、地球規模の課題に取り組むため、世界中から英知が集まる場所なんだ。日本で万博の存在が広く知れ渡ったのは、あの万博かしら？ああ、1970年に開かれた大阪万博だろうな。なんといっても、アジアで初めて開催された1970年の大阪万博は、日本の高度経済成長を象徴する、一大イベントだったぞ。ある意味、お祭りみたいなものよね。その後2005年に開催された愛知九博に続き、20年ぶりに日本で開催される国際博覧会だぜ。大阪府にある人工島、夢洲を開催地とし、2025年4月13日から10月13日までの、184日間で開催する見込みだ。今回のテーマは、命輝く未来社会のデザインなんだ。命にフォーカスしているのね。また、2025年開催の万博が目指すものは、持続可能な開発目標 SDGs 達成への貢献。そして、見どころは約40カ国が出展予定の、万博の花といわれる海外パビリオンや、高さ約20メートルの大屋根リングと呼ばれる、会場のシンボル的木造建築物などだ。完成が楽しみね。開催に向けて準備が着々と進められているが、今回の万博は問題が山積みなんだ。会場建設費の高騰や、土地の安全性が疑問視されているが、子供たちを無料招待する話で、身内から批判を食らってしまったぜ。ついに見放されたってこと？身内って誰なの？大阪維新の会だ。吉村博文大阪府知事は、2025年の大阪万博に大阪府内の小、中、高校、およそ1900校、102万人の生徒を無料招待すると発表しているぜ。万博はいろんなことを学べる絶好の機会だから、教育にぴったりよね。しかし、メタンガス爆発や地盤沈下などあまりにも問題が続出するものだから、子供たちを生かせるには危険だと、判断する学校が多いんだ。そして、万博参加の意向を確認するアンケートも物議を醸しているぜ。何が問題なの？大阪府が府内の学校に調査した内容には、選択肢が希望か未定、検討中の、二つしかなかったことが判明したぞ。それって、行かない選択肢がないじゃない。また、未定、検討中を選択すれば、個別に事務局より連絡が入ることがわかってるぜ。この調査方法に批判の声が上がっているんだ。片野市の山本警視長は、調査が不見えになっている。司法が強権的だと批判し、2024年6月4日に、万博のポスターを市内の公共施設から撤去したぞ。なかなか大胆な行動ね。また、大阪維新の公認で5回当選した東大阪市の、野田義和市長も2024年6月6日の記者会見で、丸×三角の3択が必要なのに、丸と三角の2択だけなのは問題だと指摘したぜ。いわゆる身内からの批判ってやつね。吉村府知事は何か反応しているの？アンケートは決して強引でも、踏み絵のようなものでもないと反論しているが、どうにも旗色は悪いみたいだ。その後、6月5日には、府の教職員組合さん団体もガス爆発を主な理由に挙げ、生徒の安全が確保されないとして、学校単位の招待中止を求める要望書を提出した。もはや味方となってくれる人が誰もいない状態じゃない。片野市の山本市長は自身の X に、知事の会見報道を引用しながら、まさに踏み絵であり、強権的であり、万博のための全体主義です。万博のテーマの未来社会とは、この程度なのか。と、再び反論していたぜ。実業家のひろゆき氏も、万博の人気を理由に子供たちを無理に招待すべきじゃないと、コメントしていたぞ。さらに、学校へのアンケートには、恐怖を感じるような続報があるんだぜ。何があったの？参加を見て、検討中と回答した学校へ、
6月3日に、次のような連絡が入った。訪問希望の場合は6月7日までに連絡するよう催促した上、5月31日までに登録した学校を、優先的に割り付けする旨が、記載されていたみたいだぜ。なんだか不公平じゃない。あくまでも意向調査だったはずだが、参加すると回答した学校を優遇しているように、感じられる対応ぶりだったんだ。そして、来場希望を登録していない学校には、6月7日にこんなメールが届いたぞ。どんな内容かしら？3日付のメールについて、誤った表現がありましたこと心よりお詫び申し上げます。と謝罪し、5月までに回答した学校を優先に割り付けるという文言が消えていたんだ。参加するというまで永遠にメールを送り続けるやり方には、片野市の山本市長も、不満を訴えていたぜ。アンケートに参加しないという項目がない時点でおかしいし、何が何でも子供たちを来させ、無料招待を成功させたいという、魂胆が見え見えだわ。大阪だけでも相当グダグダなのに、関西地方周辺でも子供の無料招待を、大々的に発表した件があるぞ。それはどこなの？三重県だぜ。参加の意向調査では、県内の学校の7割が行く予定なしと回答したぜ。7割も？三重県では県への誘客や、県産品の販路拡大を目的として、万博に特別展示を予定しているんだ。どういった展示をするのかな？アコヤ真珠12,250個を銀製の鐘にあしらった、自由の鐘を展示するみたいだ。自由の鐘は、真珠の養殖を世界で初めて成功させた三木本創業者の、三木本幸吉が、ニューヨーク万博に合わせて作らせたものだぞ。三重県と言ったら三木本だものね。私も一目見てみたいわ。そのため、大阪府同様に三重県内の小中学生らを無料招待する見込みなんだ。だが、県内の624校を対象に、万博への来場を希望するか意向調査したところ、6月7日時点で538校から回答があり、来場予定が55校。行き先として検討中が108校で、来場予定はないが375校だったぞ。あら残念。どうしてこんなに行かない学校が多いのかしら？三重県の一味勝幸知事は会見で、引率をしなきゃいけない手間がかかるとか、交通費も含めて交通をどうするんだとか、子供さんを連れて行くのが大変だからというのがあると思う。とコメントしていたぜ。確かに大阪から距離があるから、気軽に行くとは言えないわね。三重県民から今更何を言っているのかという声があるし、Yahoo ニュースのコメント欄でも、三重県からバスで日帰りは現実的でない、行くなら1泊2日の修学旅行になると思う。バス代は三重県側が負担すべき、などの意見が出ているぜ。確かに知事の発言内容は、招待する前にわかるようなことばかりだわ。これほどまでに問題を抱えている万博は、中止説も囁かれているんだが、中止した場合、参加国や企業などに補償費用を支払わなければいけないんだ。あら、それは知らなかったわ。開催日までの残りの日数によって、金額が異なってくるのだが、現時点で、補償上限額は約844億円にも上ると言われているぜ。そんなに高いの？万博の運営費は、主に入場券の売上収入で賄う予定なんだ。過去に開催した万博も同様の手法だったぜ。しかし、4月12日に万博協会が公表した入場券の販売枚数は、10日時点でおよそ130万枚だ。それは多いの？少ないの？企業購入分の700万枚は、販売のめどがついているみたいだが、それ以外は、販売目標2300万枚のうち 6% 以下しか売れてないんだ。以前の万博では、どれぐらいチケットが売れていたのかしら？1970年に開催した大阪万博の入場者数でいうと、6421万人も訪れていたんだぜ。残念だけど、2025年の万博は相当人気がないとわかるわね。入場券の販売枚数が目標に届かなければ、運営費が赤字になる恐れが十分にあるぜ。そうなった時に、国、府、市の誰が赤字分の負担をするかが決まってないんだ。2023年12月11日時点で吉村知事は、赤字が出ても大阪府や市で負担しない、と明言しているぜ。三者で赤字の押し付け合いってことかな。ところが2024年4月21日、元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏が出演した民放放送で、共演した大阪府の吉村知事に、大阪万博で赤字が出た場合の対応を提案したぜ。それは、大阪府、市で持ったらいいというものだったんだ。実は大阪府も大阪市も、お金に余裕があるということ？大阪府と市の貯金にあたる、財政調整基金が府に2262億円、
市に2452億円あると言及し、経済効果を考慮して、このお金を使ったらいいと吉村知事に迫ったぜ。吉村知事も橋本氏の意見に同調し、赤字が出た場合、増やしで負担するのもあり、と述べ、これまでの発言と一転し、赤字の負担について言及したんだ。そんなの、大阪府民や市民は反対するんじゃないかしら？ SNS では万博開幕まで1年を切った状態で、運営費の赤字を大阪府、市が負担する案が、出てきたことに対し、税金を自分たちのお金であるかのように、考えている、国民の反対意見を無視して、このような無責任発言は許されないといった、批判の声が出ているぜ。そりゃそうよ。数々の問題や国民の批判から万博を中止すれば、莫大な金額の補償が必要になるぞ。具体的にいくらぐらい？今まで万博中止の場合の補償上限額は、2億3239万2000ドル約350億円だったが、2024年4月13日以降の補償上限額は、5億5700万ドル約844億円だ。2倍以上？それなら万博を開催した方が得策かもしれないわ。開催しても各費用は増額続き、中止にしても当初の2倍のキャンセル料がかかるなら、開催しない方が良かった、なんて今更後悔してるかもしれないぜ。特に会場建設費の増額は、大々的に報じられているにもかかわらず、また同じことを繰り返しそうなんだ。大阪万博でってこと？いや、2027年に開催予定の、横浜国際園芸博覧会花博でなんだぜ。会場建設費の当初予算は240億円のところ、80億円増額の320億円になる見込みだぞ。すでに80億円増額？前例から学んでほしいところだわ。2027年3から9月に、神奈川県横浜市の米軍上瀬谷通信施設跡地で開催される。2027横浜国際園芸博覧会花博では、大阪万博と同様に、主に会場建設費の増額が問題となっている。確か、大阪万博は2倍近く増額したのよね。大阪万博では、会場建設費が資材価格や人件費の高騰によって、当初予算の 1.9 倍となる最大2350億円まで膨らんでしまい、批判を浴びているんだぞ。とんでもない増額よね。花博ではどれくらい増額する予定なの？花博の会場建設費は当初予算が240億円で、2021年4月20日に開催した、横浜市議会建築、都市整備、道路委員会で、80億円増額の320億円になると報告されたぜ。増額の内訳はどうなっているのかしら？屋根付きの休憩所の設置、感染症、暑さ対策20億円、セキュリティ整備20億円、電子チケットや入退場管理など情報通信基盤に30億円だ。さらに、物価変動などを勘案した工事費の上振れで30億円増えたぞ。んどれも桁違いの金額ね。誰がどう負担するの？会場建設費の財源は国が3分の1、神奈川県と横浜市が3分の1、民間が3分の1負担するんだ。また、花博の運営費は360億円を予定していて、こちらの財源は入場料と営業権利などで、賄うつもりだぜ。花博も赤字のことは考えてなさそうだし、まだまだ増額なんてことも起こりそうね。市議会などで花博問題を指摘してきた、横浜市議会議員の井上さくら氏によると、そもそも花博協会の事業発注書は非公開で、国民が発注内容を見られないんだ。それはなぜ？花博協会は公文書ではないという理由で、情報公開請求制度の対象外にしているようだぜ。現状、市議会議員ですら、協会ホームページの入札情報を見るしかなく、ブラックボックスと化しているんだ。すでにうやむやにされている事業はあるのかしら？例えば公式マスコットキャラクター策定支援業務では、地球儀を元にデザインされたマスコットが、すでに完成している。しかし、概算や支出の根拠などが書かれていないことから、費用の増額が懸念されているぜ。責任を問われたくないために、費用が増えた事実だけを伝える方向性なのかしら。また、横浜市は市独自の予算として、機運醸成や広報を組んでいるぞ。その他、会場建設費や協会への負担金も含め、2023年度に約7億4000万円の予算を、組んでいたが、2024年度には約51億円とたったの1年で7倍にも膨れ上がっているんだ。市民の負担はどうなっているのか心配だわ。さすがに横浜市民もおかしいと気づき始め、SNS では次のような意見が出ているぜ。東京五輪もどんどん予算が増えて5倍になった。大阪万博も増加中。
横浜花博も増えている。そもそも、やる必要あるか？現在進行形で予算が膨張中の大阪万博と、同じ未来をたどるってことなんだよねなどだ。ごもっともな意見ね。イベント開催のたびに同じ失敗ばかりだが、大阪万博では来場者に嬉しいニュースもあるぜ。大阪万博の会場内では原則、キャッシュレス運営が行われる予定だ。イベント会場で特に飲食物を買うときって、手が塞がりがちだから助かるわね。クレジットカードや QR コード決済など、キャッシュレス決済の約60ブランドに加えて、顔認証で決済する新たなサービスも、導入予定だぞ。顔認証で決済できるなんて、まさに近未来的な体験ね。顔認証システムを活用した決済は、万博独自の電子マネーミャクペで、使うことができるんだぜ。ミャク大活躍の予感だわ。また、万博期間中は、多くの訪日客が来場する見込みで、会場周辺の交通機関では、改札にクレジットカードのタッチ決済を導入する動きが、進んでいるんだ。それなら、わざわざ日本円に換金する手間も省けるわね。キャッシュレス推進協議会は、全国的な周知を行うためポスター制作の推進や、完全キャッシュレスだと一目でわかる、ピクトグラムを公募、選定して公表したぜ。どんなピクトグラムなの？外国人にも伝わりやすさを重視した、デザインになっているぜ。現金を扱わないことで支払いを効率化できるし、特に外国人観光客は万博へと、足を運びやすくなるかもな。運営で赤字を出さないためにも、行ってみようと思えるアイディアが、どんどん出てくるといいわね。まずは胸を張って安全だと言える、万博会場に仕上げていってほしいぜ。みんなは大阪万博の子供たち無料招待についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。